運バカレシピのコーナーです。教えてくださるのは料理研究家の西ひろみさんです。こんにちは。よろしくお願いします。さあ今日教えていただくのはこちらです。はい、椎茸のパリパリピザです。秋の原木椎茸、通称秋子、秋子さんがね、美味しい季節なんですよね。シンプルにその美味しい椎茸を味わえる簡単なピザをご紹介したいと思います。今日はね、餃子の皮を使って、はい、さらにフライパンを使って簡単にできるピザです。今ねすごく香りのいい秋子が出てますから、香りのいい椎茸をパリッとした食感で美味しく食べてもらいたいと思います。おつまみに最高です。あー、楽しみ。早速材料ご紹介します。1枚分です。餃子の皮6枚、椎茸2枚、ピザ用チーズ 100g、 粗挽き黒胡椒少々、オリーブ油少々が材料です。はい、ありがとうございます。では作っていきますが、はい、この原木椎茸、今日2個分でピザを作るんですが、だいたいこのぐらいの大きさ。しっかりしてるんですよ。肉厚でね、やっぱりこの原木椎茸美味しいんですよね。菌床椎茸と原木椎茸ってあって、菌床椎茸はあの菌で作られた室内でできてるんですが、この原木椎茸はこの秋と春だけに取れる、クヌギの木に菌を打って外で栽培されているものなんですね。なので外で栽培されてるから洗いたくなる気持ちはあるんですけれども、水で洗ってしまうと水分を含んでしまって味も香りも落ちてしまうので、汚れはこんなシート、クッキングシートペーパーなどを使って丁寧に落としてあげてください。でよくね、ここからスパッと切り落として、傘だけを食べる方いるんですけれども、はい、あの石突きって言って、この木に生えてた部分、はい、ここのところが硬いので食べられないんですが、この部分だけを切って、あと軸の部分も食べられるので、椎茸は傘とこの軸の部分を薄切りにしてください。で、ね、超極薄がおすすめです。このぐらい薄く切ってもらった方が後で食べやすいです。はい、無理のないように薄めに切ってくださいね。はい、さあそれ今日は森さんに作ってもらいたいと思います。はい、フライパンに餃子の皮を並べます。はい、はい、6枚、はい、油を引く必要はないですね。パリパリに仕上げたいので、そうそう、周りに5枚を広げて、最後穴が開いた真ん中に重なり合うような感じで並べていけばいいですかね。最後真ん中なんですね。あのね、出来上がった時にフライ返しを使って取り出そうと思うと、引っかかっちゃうじゃないですか、真ん中に継ぎ目があると。なので一番、そうそう、分かるかな、乗せておいた方が、そうそう、真ん中に乗せた方がフライ返しで取りやすいですね。そこにたっぷりの椎茸を乗せます、うん、あ、結構たっぷりですよ。あ、もうこれでも好みなんですけれども、はい、これぐらい乗せても仕上がりし、あのペタンとなるので大丈夫です。多いかなって思うぐらいドカッと入れてもらって大丈夫です。結構多いかも。この具材、椎茸だけでいけるっていうところが、そう、やっぱり椎茸を味わってもらいたいの。ノーだってそれぐらい、そうなの、ね、味がいいってことですもんね。そしてチーズですね、ピザ用の調理用ピザ用のチーズをたっぷり乗せます、はい、これもね、たっぷりが美味しいです、うんうんうん、結構溶けていきそうですね。そうそうそう、でこれが溶けてね、また少し焦げ目がついたところがまたパリッとしてて美味しいんですよね。さあこのぐらいまで乗せたら、はい、見えるかなカメラで、うんうん、乗せたら蓋をしてですね、弱火で10分から15分ぐらいでしょうか、ゆっくりと焼いて、餃子の皮がパリパリになるまで待ってください、さあ待ったものがこちらです。パッカーン、こんな感じ。おパリパリに仕上がってますね。これを皿に移していただいて、はい、好みですがオリーブ油とそれから黒胡椒を振りかけて出来上がりです。召し上がる時にはピザカッターでね、切っていただくといいかと思います。あとは一人ずつ食べるなら、もう餃子の皮1枚ずつホットプレートに並べてもいいかなと思いますよ。そうか、いろんなアレンジが楽しめそうです。